阪神大山雄介、4番固定も不振が続く。4番の大山を中心に打線の状態が今一つというのももちろんあるけど、今のところ開幕から阪神に流れがないね。チーム4番大山が打てなかったら試合には負けます。勝てないのは当然。体調が悪いならチームのためにも休養して体調万全で復帰してほしい。なんかやることなすことうまくいった去年の揺り戻しが来てるなって感じするな。やることなすことうまくいかない。大山にも楽に打席に立たせてあげるためにも森下3番の方がいいと思う。今日の西はナイスピッチングでした。今日はほんと勝たせてあげてほしかった。ノイジーが3番にいる時点で夢も希望もない打線。相手からしたらピンチの場面でノイジーだったら楽やろな。森下の方が何倍も怖いと思う。大山も調子悪いし、 1.2 番が塁に出ても3、4番でチャンス潰しじゃ点なんて取れないよ。飛んでんやからこのまま大山と心中やろうけど、就任時このチームの4番は大山しかおらんと言ってたから、調子上がるまで待つでしょうから、バンテリンは3連敗可能性あり。それこそ中日の先発が柳、梅津、大野、メヒアですから。大山選手の4番にいつまで我慢できるかな。見逃し三振多いし、外野に飛んでも打球が伸びない。体調が万全でないねかな。責任感だけでは4番は務まりませんからね。あと右ピッチャーには前側で良いのでは。5番か6番で。いつまでブレーキやってんのって感じだよ。大山のボール球のスイング見ててもそうだし、ノイジーはワンアウト2塁でセカンドに進塁だ。最低限かもしれないけど全然スイングできてないのが残念だ。大山はコンディションの問題かもしれんが、それにしてもひどすぎんか。打順を下げるなんて意味ないから、休んだ方がチームにとってもいいと思う。ノイジーと大山を並べるなんて考えられないオーダーだった。今年の阪神を象徴していた試合でした。なぜノイジーを使うのか、不可解。これは昨年からの最大の疑問符。大山は休息が必要でしょう。クリーンナップは森下、佐藤、前側で固めるべき。今になってノイジー、ミエセスを残留させたのは監督でしょう。2名とも解雇と思っていました。化けるかもって言ってたらそんな甘い期待する方がおかしい。まあ早く新外国人を2名から3名取って補強することだな。大山は2軍課題だな。あれほど得点機で打てないと相手も舐めているよ。大山を外して小野寺か原口か糸原をスタメンに起用した方がいい。今の大山は期待できないです。大山もひどいけどノイジーもひどい。梅野のバッティングはピッチャー以下。これじゃ点が取れない。4番7番が打率1割台はなかなかえぐい打線だな。今年は B クラスもありそう。不振っていつまで続くんだ。いい加減何とかするのがプロだろ。初回もランナー進められないなら送るとかしないのか。去年の日本一はやっぱりまぐれか。大山を使い続けて借金増えていくんやろな。怪我して試合で続けるのがかっこいいという時代じゃないねん、令和は。まあ大山だけでなくクリーンナップ全員ですよ。森下、佐藤も不振にあり、しかも田中野が出ても返せる人がいない。好不調の波があるのは仕方ないとして、4番打者としては不調期間が長すぎる。悪いなりに四球で粘るとか新塁打を打つ、たまに一発を打つ人し、何か仕事をしてほしいが、そういうのも含めてパタッと活躍が止まってしまう。森下、佐藤がやや上昇傾向にあるので、大山は無理をしなくてもいいかもしれない。数試合は休養してもらうのもありかも。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。